中国とロシアの海軍の艦艇が、津軽海峡に続いて、鹿児島県の大隅海峡を、艦隊を組み通過したことが分かった。日本列島をほぼ一周する異例の動きで、防衛省は警戒を続けている。防衛省によると、10月18日に、青森県の津軽海峡を通過した、中国とロシア海軍の艦艇合わせて10隻が、22日、鹿児島県の大隅海峡を通過した、中国とロシアの艦艇が艦隊を組んで、これらの海峡を同時に通過するのは初めてで、日本列島をほぼ一周する異例の動き。中国海軍のミサイル駆逐艦に搭載されたヘリコプターが飛行する動きも確認されていて、防衛省は、戦闘機を緊急発進させるなどの対応をし、警戒を強めている。